ダニエル・ジョン・ウィラード・フェリーは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手及び、経営者。北米男子、プロバスケットボール NBA のクリーブランド・キャバリアーズ、サンアントニオ・スパーズでプレーした。その後、サンアントニオ・スパーズの運営会社の副社長を務めたこともあり、2005年から2010年まで、クリーブランド・キャバリアーズの GM を務め、2012年から3年間は、 アトランタホークスの GM を務めていた。デューク大学卒業後、1989年の NBA ドラフト一巡目2位でロサンゼルスクリッパーズに指名されるが、入団せず1989年イタリアプロリーグのパンラカネストロビルトスローまでプレーした。翌、シーズンクリーブランドキャバリアーズに入団し、NBA プレイヤーとなった。 10シーズンプレーした後2000年サンアントニオスパーズに入団し、2003年の優勝に貢献した。通算成績は6439得点、2550リバウンド、1185アシスト。2005年から2010年までクリーブランドキャバリアーズの GM を務め、2012年アトランタホークスの GM に就任した。2014年夏にルオールデンに関して、 人種差別発言をしていたギギが持ち上がり、休職していたが、2015年6月に、残りの契約のバイアウトに合意し退団した。その後、アトランタの法律事務所による詳細の独自調査で、ベインやその人種、母国に対するネガティブな偏見を示す証拠は、見つからなかった。2016年6月8日、ニューオーリンズ・ペリカンズの特別アドバイザーに就任した。 ありがとうございます。